大丈夫？うん、よかった、無事で。西宮、俺もう元気だよ。大体は。そんな顔しないでよ西宮。あ、そうだ、西宮さん、ごめんなさい。昔のことちゃんと謝ってなかったから。あとその後のこととかもいっぱい。俺さ、多分君のこと都合よく解釈してた。もっと話がしたかったんだ君と。多分それだけ。なのに俺は君を傷つけて、結果最悪な選択させちゃって。違う、まだ手が変わらなかったから。あなたが落ちた全部まだ手泣かないでよ西宮。ねえ西宮、俺さっきまで君と話してた。夢の中で
諦めようと思ってたみたい、いろいろ。でも違った。俺もずっと西宮と同じこと考えてたけど、それでもやっぱり死に値することじゃないと思ったよ。みんなにもちゃんと謝りたい。あのさ西宮、俺君に生きるのを手伝ってほしい。西宮。あれ、キモいこと言っちゃったな、やばい。わ、ごめんね。忘れて西宮、今の忘れて。マリア、お花に水やってたのか。えらいな。なあ、死ぬ死ぬ。マリア、ショウちゃんは生き返ったんだよ。死んでないよ、マリア。あら、上野さんじゃない？ あの子ずっとショウちゃんの看病してくれてたのよ。お礼言っときなさい。お見舞い来てくれてたって。私さ、ダメなやつなんだ。こんな状態になってやっぱり余計に西宮さんのこと好きになれなくてさ。ならなくてもいいのか。あ、石田が落ちた時あんたのこと引っ張り上げたの島田たちだから。黙っとけって言われたけど。石田、おかえり。じゃあ帰るわ。ありがとう。やだ、ちょっと切りすぎよ。これくらいの方が可愛いわよ。あ、翔ちゃんおかえり。お邪魔してます。あ、いらっしゃいませ。石田くん。はい。ごめんなさい。あ、いや、こちらこそ。そうよ、うちのは無敵だから。お母さん、マリア、迎えに行ってくる。はーい。誰？こんにちは。上の子の旦那、帰ってきたの。あ、翔ちゃん、ゆずちゃん上に来てるよ。冷蔵庫のゼリー出してあげて。よっ。おお、冬服似合ってんじゃん。見たまえ、石だ。え、おお、マジかよ、すげえな。そしてこれも見たまえ。あ、マジかよ、すげえな。ご正だだな。俺に勉強を教えておくれよ。お、いいぜ。学校行き始めたんだな。翔子にきっかけ作ってもらった。まあ、なんとかやってみるよ。期待に応えたい。明日から学祭なんだって。ああ、そうだよ。おはよう、みんな。元気だった？ひどいこと言ってごめんなさい。よし、行ってきます。頑張ってね。あ、それそういう風に使うんだったのか。何？うん、行ってきます。行ってらっしゃい。
行こうか。あれ、石田じゃね？誰？入院してた人でしょ？あの飛び込みの？初めて言うけどさ、俺学校で浮いてるんだ。なんか人の顔見れなくてさ、だから実は下向いてると楽。下向いてていいって西宮、俺普通に歩くよ。ありがとう西宮、俺のクラスここ。お湯って沸いた？あとちょっと。石田くん？石田くんだ。おお、もう大丈夫なの？西宮、俺ちょっとお腹痛いかも。ごめん。やそう。お？ヤショウ？あ、長塚くん。ヤショウ、お腹が痛いの？ヤショウ。やあ、長塚くん、おはよう。元気だった？この間は。ヤショウ、なんで下向いてるの？あれ、おかしいな。本当はちゃんと顔合わせるつもりで来たんだけどな。ビビったかな。ねえ、ヤショウ。石田くん！よかった、無事で。君があのまま目を覚まさなかったら僕の全てが終わってしまうところだった。いやしょ、蜂の上での言葉切りするな。あんなこと生きてりゃ何とでもあるさ。だからやしょ、頼むからもう遠くへ行かないで。